今日はですね、またもや、新しいのができました。この竹笛楽曲集と、日本の歌哀愁歌3ということですね。当時岩井さんがこうお作りになってるんですけど、とですね、まあ、この、またね、この、初めにと言いますか、この、文読んでみたいんですけど、皆さんはバンブー108チャンネル、まあ、このチャンネルですね、の中でどの動画シリーズを楽しみにしていますか？私はウキウキ感を高めてくれる動画が好きです。それは個人差はあると思いますが、作りたいといった気持ちにさせてくれるものです。竹笛を作るコツシリーズがあります。多分、8寸の竹笛で曲を吹きたい方が多いと思います。長管で低音のユリを楽しんでいる方もいろいろ、いずれにしても最終的には竹笛を、作ることも勧めています。私の場合は何といっても一尺八寸の7孔竹笛作りです。竹笛の作り方を学べるのがこのチャンネルの魅力の一つです。今までは、尺八は買うものだと思っていた私にはとても勉強になります。まあこういうですね、まあ私の言いたいことをなんか代弁していただいてありがとうございます。やっぱり作った方がいいと思うんですよね。というのはね、もう非常に高額になったりしてるでしょ？なんか20万、30万すぐ言うわけじゃないですか。しかもね、本当の尺八じゃないんですよ。西洋尺八を作ってるわけですね。で、それ7孔にすればいいんですよね、この7孔。ね、西洋音階で吹きやすいとね、この7孔。これは問題ないっていうか、私ももう何本も作ってますけど、勘違いしちゃって、五孔の西洋尺八が伝統だと思い込んでる。これは良くないんですよね。このことはまあ何度も言ってますけど、もっと強く言わなきゃと思って。だからね、なんかこの間もちらっと言ったけど、五孔で伝統だと思い込んでる西洋尺八吹きがですね、古典とか吹いてなんか賞をもらったり、もうおしまいですね。もうね、尺八はもうおしまいですよ。もう伝統をかなぐり捨ててしまってね。あ、ちょっとぼやきモードに入ってしまいました。これはまた今度ゆっくり、それでもっとね、手軽に楽しむ。これ実際作れると思いますよ。そんなに難しくないですから、ね、その工作苦手な方は私、作ってお送りしますけど、まあ本当にそう思います。もっと身近なものね。それで、この続きがですね、このチャンネルを見ているとなぜか作るとこう3つあるんですけど、ひらがなで作る、作ですね、で作る、こう想像の想で作るといった気持ちにしてくれます。楽譜作り、竹笛作り、伴奏の CD 作りと広がり、そしてこんな詩ができたので曲を作りたいと思いますと。ですね、ここに詩が載ってるんですけど、なんとね、作詞作曲ですよ、もう。これ、心舞うと。ね、当時岩井さん。縦譜もあるんですね。縦譜もあります。で、ついに作詞作曲もされました。ちょっと私まだ覚えてないんで歌うことはできないんですけど その代わりですね、このね、こういうアプリがあるんですね、この。ちょっとこれ聞いてみてください。
ねえ、これすごくないですか？ねえ、なんかこう並べて、ちょっとちゃんとっていうか、ちょっと斜めにもなってるし、こんなんでね、なんか、これリコーダーの音に設定してあるんですけど、まあピアノとかいろんなね、トランペットでもなんでもいろんな音が出るんですけど、随分こういうのが進歩してきましたね。だから、そのうちもう伴奏も自動的に、なんかいろいろあるみたいですけど、まあそういうのちょっとまだ よくわからないんで、これプレイスコア2って言ってね、これは iPhone で今使ってるんですけど、Android もあるんじゃないですかね。こういうのもいろいろ使っていくといいと思いますね。今回の曲なんですけど、1968年から1976年までの曲から27曲を選びましたということで、そうですね、ホームドラマの主題歌も入れてみましたと書いてますね。いろいろあなたの心にありがとうの歌、襟裳岬。まあ、これもですね、ホームページの方を見てもらうと早いかと思いますんで、リンク貼っておきますけど。で、おふくろさん、喝采、神田川、北の宿から、君といつまでもと。まあ、これ27曲ありますね。それで、そうですね。おふくろさんとかいいですよね。襟裳岬か。襟裳岬、吉田拓郎さんですね。なんかこのスタジオもね、吉田拓郎さん昔来てたみたいですよ。私が来てからじゃないですよ。もっと昔の話ですけど。おふくろさん。これちょっと、これ7個ね、7個。もうね、目が悪くなっちゃって、もう、メガネの どうすりゃいいんだみたいな。どっちにしても見えにくい。あ、これはあれですね。フラットがね、3つですね。このチのメリも出てくるんで。これ実はね、調べてみたんですけど、チャット GPT で、フラット3つだと、C マイナーになるんですね。それで、いつもはね、私、G マイナーで吹くんですね。だから、この、じゃなくて、ちょっと間違えちゃった。どっちでもまあ、これG マイナーだとこの大管が出てきますからね。こういう感じですね。そうですね。神田川いいですね。南こうせつと。これは、まあこういう感じで これなんかね、7項じゃないと結構吹きづらいですよね。このツノメリ出てきますからね。恋の季節。これは、
こういう感じですね。そんな難しい曲じゃないんで、いろいろ楽しめると思いますよ。ということで、またこれも、ホームページの方、リンク貼っておきますんで、よろしくお願いします。